お疲れ様です。うちに多いんで、めんどくさいやつだ。いや、メール途中だった。朝時間になっちゃった。メール。こんばんは。こんばんは、ゆみりんか。21時5分をお知らせします。5分です。はい、5分です。今日は2公演ありがとうございました。ありがとうございます。そしてですね、サングラスデイズの MV の方が解禁されました。はい、そうなんですよ。もう見てくれましたか？あ、見た？私もね、見た。みんな可愛かった。すごい、皆さん早い、見てくれるの。ありがとうございます。そうなんです。あの MV は船で撮影してるんですね。マリーナもいるし嬉しいね。マリーナもいてくれて、公式さんがツイートしてくれてたとこから見たの。ありがとう。私もね、さっきツイートしたのでぜひ見てみてください。そしてそうだ、あ、ショールーム見終わったらありがとうございます。ぜひ見てみてください。ありがとうございます。はい、すごい久しぶりな僕恋2公演だったので、すごく体力がもう燃焼してしまって、完全燃焼してしまって、ちょっと今ならもれなく無心でぼーっとできます。2時間ぐらい。はい、そうなんです。明日もね、お話し会なので朝からよろしくお願いします。よろしくね、うん、ねえ、2公演、次28
28日じゃないですか。あ、ありがとうございます。時のクエリアス余ったからってさっきくださりました。優しいよね。あ、で28日はどっち？28日は2回公演ですか1回公演ですか。あ、1回かね、ふーちゃん最後なのかな。あ、パンダパンダ金田さん、ゆみり大好き、ここでした、まなみありがとうございます。え、かわいい、パンダ泳いでる泳いでる。あ、平日だから夜だけ、そっかそっかそっか、そうだよね。ありがとうございます。わっしょわっしょい、ありがとうございます。金田さん、昨日に引き続き、ありがとうございます。ありがとうございます。全然ゆっくりです。ありがとうございます。ペンもくれた。はい、ということで、でも今日半から始めるって、ね、最初ね、昨日も言ってたからね、ちょっと半ぐらいまで雑談をしましょう、皆さんで。ね、運動会ギフトね、オリンピック見てました？今日私は朝から公演だったのでまだお家に帰ってないんですけど、見てた。あ、今ソフト見てる。あー、そうなの。そっか、私も見なきゃな。で、私が帰った時にはやってないか、やってないか、そうだよね。お、柔道メダル取った、すごい。バレーとかも勝った。嬉しいですね、やっぱり。なんかこういいとこだけ乗っかっちゃいますよね。普段の練習とか全然見てないのに、なんかオリンピックってなるともうなんか無条件で応援しちゃいますよね。めっちゃミーハーです、私。ミーハー女子です。今水泳見てる。へえ。確かに日本開催だから夜ないよね。これがこう逆の時間の国だったら割と夜とかやってるのか。そっか、いいね。ね、なんか自分の母国だとこう無条件に応援したくなるし、こう勝ち進んでいってくれたらすっごい嬉しいですよね。感動しますよね。
2015年って2015年ってまだ STU できてなかった。 STU って2016年だよね。だから私は STU として初めてオリンピックを見るのかな。あ、17年だよね STU。 あれ待って待って、2016年か。前の年のオリンピックは、前の年のオリンピックは2016年か。もうなんかちょっと頭が回ってないんですよ。そっか、で STU は2017年できたから、わかんない、一生に一度の STU でのオリンピックになるかもしれないですね。わかりませんけど、先のことは何もわからないけどね。貴重なオリンピックですね。かもしれないだけや、まあそうですね、そうかもしれないだけなので、何もかもかもです。未来は見えないのでね、はい、未来は見えないもの、予定は未定です。予定は未定。半になったら昨日言ってたことを、昨日言ってたことをてるな私。でも疲れてないよ、うん、今日一緒に書いてくれる人はーいみたいなの思い出します。今日写真集を予約した人、やっぱりみんな発売発表の日とかに申し込んでくれてるのか。あ、昨日、ありがとう。そっか、みんなかなり前にしてくれてたのか。あ、273日、ありがとう。そっか、そうか、してきます。あ、全然あと9分あるんでいいですよ。うんうん、全身当たり前に、ありがとう、ありがとう。そうだよね、みんな発表前後でね、前後って発表前後で申し込んでくれてますよね。ありがとう、ありがとう。野菜、ランキング下がってきたらまた予約しよう。ありがとう。確かにランキングって意外とね、なんか見る人は見れますもんね。じゃあここらで見てみますか、ランキング。ちょっと探すのが難しい、セブンネットからセブンネットがね、一番ね、なんかどんどん新しい雑誌が、セブンネット限定の新しい雑誌が出てきちゃって、なかなか順位が、でもこれでもね1位とかになってたってすごいよね、そう考えたら。最初の方、どこだっけな、あ、38位、すごい。でも
でもすごい、すごいです。ねえ、マジですごい。ねえ、マジですごいですよね、本当に。あ、公式さん宣伝してくださって、ありがとうございます。いいねしとこう。セブンネット限定版多いもんね、38。これからちょっと上がることを期待します。楽天ブックス最新のやつは5位です。すごい、ありがとうございます。めっちゃ上位キープ、ありがとう。まだ表紙も出てないし何の情報ないのに、ありがとうございます。そしてアマゾン、アマゾン3位だって。新着ランキング3位、売れ筋ランキング6位。ありがとうございます。新着ランキングっていう方がきっと最近のってことですよね。ありがとう、ありがたや、ありがたや、ありがたや。ひーし、ひーし、ねえ、使えないなのにありがたいです。皆さんたくさん予約してくださって、ありがとう。ねえ、みんなマニショールーム見てくれてるんだけど、なんかって言い過ぎって言われたのと、あとマネージャーさんに前ロケで今日どうでしたって聞いたら、うん、やっぱりなんかが多いねって言われたから、私の口癖はなんかです。超口癖、 LINE とかでもなんかって結構言ってる私。あ、29分だって、9分だって。あー、ちょっとテンション上げてこう、テンション上げてこう。目丸めて、丸めてこうハッってすると、じゃーん、ペンが出てきました。すごい。そしてペンを出したこの魔法の紙なんですけど、誰も仕掛けもありませんね。これをこうってやると、じゃーん、なんと4等分された紙ができました。あ、これが運命です、運命です。え、知ってるの？これが運命です。そう、めっちゃ見てる私も。いい、私すごかった、ありがとうございます。はい、ということで、はい、あ、知ってる知ってる、嬉しい。あ、そう、ゴーさん、ゴーさん、ゴーさんっていう占い師さん、占い師さんじゃなくて手品師さん、マジシャンの方がいて、月曜から夜更かしっていう番組の運命ですってやる。え、でも、ま、本当にすごい。こんなん、こんなんじゃない、もっとちゃんとした本当にもっとちゃんとしたやつなんですけど、はい、はい、
はい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 。そしてそして、この限定ポストカードですが、なんと1週間ごとに絵柄が変わります。イエーイ。そうなんです。あ、そうだ、ぜひ。そうなんです。とりあえずは、あ、ポストカードじゃなくって生写真だそうです。詳しく厳密に言うと失礼しました。ポストカードと生写真、生写真です。はい、あ、生写真の方が嬉しい、本当に。なんとですね、ショールーム限定の生写真がつきます。イエーイ。はい、待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。はい、そうだから、そのショールームを見逃したら。そうなんですよ。だから自分もこうなるべくはショールームできるようにしますけど、まあちょっとお仕事のね、兼ね合いとかも遅くなっちゃったりとか、朝早くだけの配信とかになっちゃうかもしれないんですけど、でも毎日違うわけじゃなくって1週間なので、まあちょっとなんか、あ、またなんかって言っちゃったなので、まあ自分が見れるタイミングで配信してる時にこう、もし申し込みたいなって思ったらくれた。省力無からどうやって言うか、なんかここか、ここかに、こっちかな、ここになんかバナーが出るんですよ。こっから申し込めますみたいな感じで出るので、もうそこをして、あ、私もだからきょんこちゃんのやつをショールームで買ったことがあるから、私も経験者だから言える。はい、バナーを押したらなんか何冊買うかみたいな見れるんだけど、そこと、あとは自分の名前と住所と、まあ、電話番号とかいろいろ入れて、あと私はまあクレジットカードで買ったから、まあ、カードの番号とか入れて、普通にだからネット通販みたいな感じのテンションで買えます。うん、あ、そうだ、買い物カゴが出るんだ。この今コメントが全部見れるところ、コメントしか見れないところ、ギフトだけが見れるところ、ランキングが見れるところみたいな、あの丸っぽちがあるじゃないですか。あそこになんかカートマークが増えて、そこから買うことができます。そう、飛行機が飛んでくるやつ、そうです。はい、あ、そっか、みんなはギフト欄があるのか、私配信者側だから。そう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 、ギフト欄の隣にこのお買い物か、お買い物マークが出るので、うん、あ、確かに私サステナブルの CD も買ったわ。ユーリーさんの配信かな、なんか確かユーリーさんの配信で買ったんだと思う。なあさんだったっけな、そう、あれも、あ、そうだ、私は購入してくださった方の名前が全部見れるので、今まではタワーしかお名前呼ばなかったんですけど、お名前呼んでいけたら嬉しいなと思っております。あ、必要な DVD で買った、本当にありがとう。こ
これは明後日からなのでぜひ。ちなみにここで買えるのは通常版のみですね。この Amazon 限定版表紙とかあるんですけど、ここは通常版の表紙のやつを申し込むことができます。他の情報はまだまだ続報をお待ちくださいとしか言えないんですけど、とりあえずここではあのショールーム限定の生写真がつきます。うーん、そっか、うーん、はい、前から言ってたんだけどな。お値段は同じです。変わらないです。はい、これはなんか抽選とかじゃなくって、あの必ずもらえます、必ずもらえます。何種類、あーでもね、一応、9月のなんで、うん、自己判断で良きだと思います。無理して無理はしないでほしいけど、まあ自分も結構その生写真とかもこの絵柄がいいかなとかずっと夜中までいろいろ考えてるので、なんかぜひなんかいい写真だなとか思ってくれると嬉しいなって思います。しっかり同じ種類に頼んじゃいそう。あ、でもなんか、確かに。じゃああれじゃないですか。もう毎週月曜日に買うとか決めてたらいいんじゃないですか。そう。あとは、そうだな、本当に限定だから別に、なんか、1個飾る用と保管用で2枚生写真があっても、良いと思いますよ。私も、自分のグッズとか買うから保存用となんか飾る用があったりするので。そしてですね、あ、ちょっと見えちゃった初秋の絵柄を早速発表したいと思います。あ、確かに ETIG26日からショールーム限定生写真付き写真集予約開始です。ショールーム、まあ、私のメール取ってくださってる方は分かると思うんですけど、私ショールームのことショールームって書くから、いつもショールームって書くから割とメール取ってくれてる人とかはなんか違和感なく見てくれてるんじゃないかなって思います。もう日常は3時ショールーム9時からとかな感じ。そしてですね、はい、皆さんドキドキの初秋の生写真なのですが、絵柄はですね、
先行公開されている6枚の写真から1枚みんなで選びます。イエーイ。この配信で皆さんの投票で選んでいきたいと思います。公式ツイッターの方にですね、写真が6つあるのですが、まあ、ツイッターまだ見てないよって方はまあ後ほど見ていただいて、はい、6種類先行カットがあるんです。まずこちらの、下関港での敬礼ポーズ、そして、南の島でのプールの縁に立つ滝の、下関港アップ、はい、あ、そうです。ちなみに2週目以降はこの先行カットとは別で、一応月曜日からなので、あ、でもこれ貼ってからにしよう。ちょっと待ってね、ちょっと今見えないのはしょうがなくしてください。申し訳です。そう、うちだと貼れないから、さすがにうちの壁は磁石入ってないんで、決められないので全部に投げちゃう。え、もうありよりのありだと思う。だからもう他のファンの人に身を委ねようっていうのもありだと思う。
からこれをこうしてはっ、あー、よいしょ、こうしてあー、見えるかな、こんな感じですね。もうちょっとよく見たいなって方は私の、ツイッターから公式ツイッターに撮れるんですよ。固定ツイートのあれでそれかも、滝の湯小林選手ってアカウントを検索していただいて、そこで見てみてください。詳しくはツイッター今見れないよって方はこんな感じです。まあ、パッと見の雰囲気で選んでもいいし、公式ツイッターを見ても、の方がより繊細な写真が載ってるので、自分でこうアップで拡大してみたりとかもできますし、雪ですよ。ちなみにそう、2週目からはここにある写真とは別で、まあこの写真しかまだ出てないんですけど、多分初公開になる写真になるのではないかなって思います。はい、あとはその来週から何の絵柄ですっていうのは、毎週、ほぼ毎週多分そうなるけど、日曜日の配信とかでお伝えできたらいいなって思います。明日からはこの絵柄ですみたいな感じで、前日に日曜日にお伝えしたいと思ってます、予定です。ですね、まあ、横がいいのか縦がいいのか、6番だけ縦ですね、あとは全部横です。毎週やってくれるんだ。あ、私今ね200何日ね毎日やってるか、多分その期間中も毎日やると思いますよ。朝なのか夜なのかわかんないんですけど、だからまあはい、全然自分の好きな曜日で予約していただいて、どうですか、公式ツイッターも見てくれましたか。決めましたか？じゃあ、はい、運命の投票スターティン。
へえ。1分ぐらい待ちます。全然ゆっくり考えてください。もう迷っちゃうわって方はもう全部に入れちゃってもいいし、まあ仮にショールームで予約するなんか予定はないけど、もし自分だったらみたいな感じで考えてくださっても全然大丈夫ですよ。自分だったらとか、こうみんなが買いたいのはどれかなとかで選んでもらってもいいし、自分はこれだったら買うとかだったらもうそれに投票してください。はい、いいですか？結構接戦いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。おー、あーあーあーはい、ということで月曜日からの生写真の絵柄はじゃーん、この青ニットでの生写真になりました。イエーイ。確かにみんな枕持ってるやつじゃなくって、どの写真が好きって聞いた時は一番浴衣が人気だったのに、まあ、買いたいってなるとこっちなんですかね。結構ね、あのモフってして、モハモハ。ちなみに家で寝る時はここがくまねちゃんです。くまねちゃんが寝てます。確かに足が結構見えてますし。ということで月曜日からの生写真はこちらの写真がつくので、ぜひ皆さん交互期待です。交互期待。他の写真もツイッターの方で見れるので、この写真の写真気になるなってやつあったら全然なんか保存して見てください。ツイッター載ってるんで、ツイッターより超画質のいいちゃんとした生写真はここでしか手に入りませんので、ぜひ明後日をお楽しみに、明後日をお楽しみにくださいますので、はい、
があるって便利ですね。いいわ、なんか家の壁に磁石が貼れる壁が欲しくなってきた。もうちょっと近づいたらいいかしら。こうしたら見えるかな。敗者復活戦、あーでも他のこれはもう別にもう生写真にはならないですが、この写真じゃなくてももしかしたらこのこれのまた違うカットという、この実家のやつだけどこれじゃないカットとかももしかしたらあるかもしれないし、はい、でこの写真お気に入りだ、このお洋服を気になったのにとか思う方は来週、再来週からはまた違う絵柄ですし、いろんなパターンの写真をセレクトしてますので、ぜひぜひお楽しみにくださいませませ。はい、みんなで選ぶのはこの週だけです。あとは私とスタッフさん、出版社さんだったりとかマネージャーさんだったりとか、いろんな大人の人とあとウィズ滝野でセレクトさせていただきます。よろしくお願いします。その表情好き、あ、本当に。でも私もうね、数字外しちゃったからね、もうどれがどれかわかん、どれがどれかわかんないです。はい、すいません、ありがとう。でも他の写真も良かったって方は、まあこれの何倍も何十倍も生写真にはいろんな写真が入ってるのでね、まだ発売まであと2ヶ月、でも2ヶ月を切りました。2ヶ月あるんですけど、はい、2ヶ月一緒に待ちましょう。ですかね、はい、そんな感じです。以上、そう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 、はい、青のニットが多かったです。これすぐひっくり返っちゃう、はい、です。なのでぜひまた私も月曜日にツイートしたいと思うので、皆さん拡散よろしくお願いします。予約はショールームのショップから、はい、月曜日になったら多分もう聞かずとも分かると思うので、また月曜日になったら説明します。そしてね、これは明日のお話し会、本当は日曜日でもよかったんですけど、明日もねお話し会あるし、なんかみんなと直接もね写真集のことよりいっぱいお話できたらいいなと思って、お話し会の前に解禁させていただきました。なのでお話し会でも明日来てくださる方はね、いっぱいいろんなお話ができたらいいなと思います。もちろんね、まだ解禁してない情報は言えないですけど、なんかこんなこと楽しみにしてるよとか、ここでこのぐらい予約したよとか
いっぱいいろんなお話が皆さんから聞けたらいいなって思います、うん、どこまで話せます？もう話してること以外は全部解禁してないことなので言えないです。言えないし聞かないでください。言えない、それ言えないのーでお時間ですってなりたくないので、ちなみにそう最初に言っとくと、そうなんかこれってこうなのとか、なんかこう出てない情報を聞かれてもそれはまだ言えないのしか言えないからなんかそう時間は限りがあるので、その会話よりももっと有意義な会話をしましょう。私もそのそうそれで終わりたくないので言えないのごめんなって、このこっちも申し訳なくなっちゃうし、そうせっかくね皆さんね、当ててきてくださってるので、明日うん、メンバーにも撮影の時とかも全然言ってなかったです。ファンの人にはもちろんですが、くらい結構そう言わない時は言わないので、本当になんかそのやり取りはそう時間の無駄になっちゃうから、なんかさあかまだ言えないのしか言えないので、もうそれでよければ何でも聞いてください聞くだけただなので、はい、聞くだけただなので、クチークレット福ちゃん驚いた。福ちゃんはね、福ちゃんはさすがに知ってたかなはいですね、あれのやつ送りました。送ってないかも、ごめんね。6通だったかも。5通だ、2、3、4、6通だ、ごめんなさい、6通だった。バト、そうだ、キルバト、あ、20分からだった。あ、そしてもう一つ、このショールームの件で言えることが今、これは言ってもいいよって言ってもらったので、はい、なんとですね、ショールームでご購入いただいた方にランダムで、生写真にサイン入り生写真がランダムで入ってます。はい、イエーイイエーイ。ちょっと待って、もうちょっとテンション上げてよ。ちょっとテンション低かった。ちょっともう公演終わりのテンションだった。はいはい、そしてですね、皆さんにもう一つお伝えしたいことがあります。はい、この先ほど決めた生写真なんですけど、はい、何はい、ですね、はい、ありがとうございます。さっき選んだ生写真ランダムでサインが入ってます。イエーイ。
はい、こうランダムなので本当にランダムですはい、そうなんです、ランダムでサインが入ってます。まあ届くのお楽しみにですね。うん、レアがレアレアになっちゃいますね。はい、買えば買うほど確率はまあ上がるのは上がります。はい、上がるのは上がるんですけど、はい、まあなのでこの生写真のサインどうしても欲しいって方はまあその週にかけてみてもいいかもしれないし、まあ別にサインはあわよくばだけど、まあそれよりかは毎週の生写真が欲しいなって方はこう一冊ずつとかでもいいし、なんかそこら辺はもう皆さんにお任せします、うん、はい、どのぐらいなんですかね。でも私の予想ですけど、多分皆さんが申し込んでくださったら申し込んでくださった分だけ私のサイン書く量も増えるのかなって思っているので、それは何とも言えませんが、きっとそうなると思います。だって皆さんがその週で100冊申し込んでくれたのと1000冊申し込んでくれたので、なんかね、いや1000冊でこの生写真このサインのではちょっと少ないんじゃないですかとか なって突き足しとかあると思うよ全然。はい、その辺はちょっと私の今のは予想の話なのでごめんなさい。それはですね、なんかわかんないです、多分企業秘密企業秘密。あ、そう、印刷じゃなくて生サインです。はい、じゃあ1000冊買います。あ、全然いいと思いますよ、うん、全然止めはしないけど一回考えた方がいいかもしれない。わかんない、私はうれしいけどはい、うんうん、でも結構激レアだと思うので、だってショールーム限定1週間限定だから、もともとのこの生写真を持ってる方も少ないと思うんです。そうだから、この1週間限定だから、そう、もともとそのこの週に買った人とかも、そんなアマゾンで予約した人とかよりも断然少ないと思うんだけど、それにまたサインついてるって、本当にびっくらこんなので、うん、ぜひぜひ。はい、ぜひぜひですね。うん、あ、写真集仕上がった、重さ測っといて、確かにそれ面白いかも。ちょっとやることリストに入れとこう、写真集の重さ。確かに、ショールーム限定ということは数に限りがあるということです。あー、でもそれで言うと1週間限定の受注生産みたいな感じに近いかもしれない。そう、結構グッズ買ってくれてる人とかにはそっちの方が伝わりやすいかな。だからショールームで売り切れるっていうことはないと思います。うん、ただこの期間しか買えないよっていうことです。はいはい、だから別になんか金曜日だと売り切れてるから月曜日に買わないとっていうわけではないとは思いますよ。え、どうなんだ、わかんない。さすがに月曜日に1万冊とか買われたら、わかんない。ちょっと試してみてもいいですけど、なんか多分受注生産ですね。です。
はい、みたいに近いと思います。うん、だからはい、生写真足りないってことは普通に写真集も足りなくなるので、そこは追加生産になると思うので、売り切れはないので、別に日曜日にしかショールーム見れないとかでも売り切れてるかもっていう焦りはなくても大丈夫です。ただ日曜日に買わないと次の月曜日に買うとまた違う生写真になるので、はい、要注意。はい、表紙は通常版です。通常版の表紙がです。ショールーム限定の表紙はないです。ただ生写真がショールーム限定です。私もだからきょんこちゃんの写真集はショールーム限定の生写真が入ってた。わーい、わーい、レアだよね。だってきょんこちゃんもは毎日してなかったもんね。なんかその配信じゃないと買えなかったから。うん、そうなんですよ。だからめっちゃレアだと思ってすぐ買った。明日の配信とかなかったから、その配信に行かないといけなかったから。そうだから皆さんもね、お仕事の関係とかあると思うので、なんか平日見れない、平日ショールーム見れないとかの方は全然週末土日忘れなかったら大丈夫です。別に買いたくないとかだったらいいけど、絶対買いたいのにって思ってる方は土日でもいいけど忘れないでくださいねって感じです。あ、斉藤京子さん、そうです、京子ちゃんの写真集は私はショールームで買った。いいよね、なんか気軽にポチれるよね、ショールームって。そう、経験者は語る。あー、なんかしてる、あー顔って。あー、京子ちゃんの写真集そういえば予約してなかったなって思って買った。うん、手が滑ったっていうか、もう自動だった、手が自動。あ、ギフト感覚、あーそうかもしれない、ギフト感覚、ギフトなのにふるさと納税来ちゃうみたいな、ふるさと納税のお返し来ちゃうみたいな。ね、いいね、確かにギフトだと何もすごい。でもそれ考えたら本当に私みんなすごいありがたいなと思って、ギフトとかだってね、別に何か見返りがあるわけでもないのにさ、ね、いつもギフトくださる方とか本当に何かね、もう一曲踊りますって感じ。はい、そうって考えたら、まあここで購入すると写真集と生写真が返ってくるので、ぜひぜひよろしくお願いします。そうだ、写真集の重さ、あとなんか後に知りたいことあります？そのなんかイベントどこでやるのとかじゃなくって、なんか発表しなさそうなことでいつか知りたいこと、今は言えないけどいつか知りたいこと。だって重さとか多分言わない。なんだろうな、そうイベントはとか、なんか表紙は絶対言います、いつか。はい、あー手触り感、確かに。あー、ここがすごいですって売りを教えてください。まだね、先行カットしか見せれてないし、表紙も何にも見せれてないし、イベントもできてないんですけど、ので違う、ここがすごいですっていうとこあるんですけど、まだ言えないです。はい、ページ数はね、多分ねどっかで発表すると思いますよ。めっちゃ書いとこう。うん、
あ、泣く泣くカットした写真は、だってこの先行カットの写真ってどうだったっけ、この先行カットの写真って別に、あ、全部入ってるかな、入ってるの、これも写真集の中から選んだわけじゃないので、そう、どうだったっけな、そう、本当にいっぱい写真あるから、そう、アザーカットもいっぱい後々解禁していきます、もちろん。そう、そう、中から選んだわけじゃないんだけど、でも結局中に入れたんだっけな、その辺はじゃあなんか入ってるかもしれないし入ってないかもしれないしって感じです。はい、あ、144ページ、あ、どっかに載ってた？なんか載ってそうだな、そのぐらいです。はい、そうですね、特定のプレゼントはなりますか、あー、その辺もはい、特典系とかイベント系はもう皆さんに言わずに勝手にイベントすることとかないし、皆さんに言わずに勝手に特典ついてることとかは多分ないので、その辺は絶対言います。はい、うん、あと何かありますか、あ、オールカラーです。これを言ってもいいと思う。オールカラーですって言って、全部オールカラーです。はい。うん、思ってたけど見える、これ、もう雰囲気でいっか、いっか、雰囲気でいっか、いっか、あー、あ、アマゾンとかになってるのか、よし、あー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 あ、ギルバド、ギルバド、ミチシュはキャプテンから連絡が来ました、ごめんなさいキャプテン、出遅れました、出遅れコーション、どうしよう、私さばいた方がいいのかな、でもみんなあれだからさばきます、はい、あ、誰か入ってくる、アンピーかな、アンピーかな、アンピーだ、いない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 、あ、見えてる、あ、もう私本当にね、自分で言ったことすぐ忘れちゃうので、そう、何、え、何が見えてんのと思った、そうか、文字が見えてるってことか、もう、はい、ごめんなさい、自分で言ったことすぐ忘れちゃうんで、聞いて、よくみんなに聞いて、みんなが答えてて、え、何何何何ってなって、あ、自分が聞いたのかってなっちゃうんで、ごめんなさい。あ、いけそういけそう、みちちが LINE してくれてみんな集まってきた、お疲れんこん、お疲れんこん、そう、しっかり集まるんです、みんな。今日はね、公演とかあってできなかったけど、だってサーヤンも出てたしね、今日、それで言えば、そう、さばいてる、なんかギルバドって何回も同じ人と会ったよね、だからもうなんかみんな
あここと当たったらこの人はさばきみたいな感じのがすごい分かってくる。あ、いけそういけそう。向こうが凱旋なんだよね。そう、この人凱旋なの。明日は広島です。はい、明日は広島でリアルお話し会があります。楽しみだね。明後日も、明日も明後日も楽しみだね。明日も明後日も楽しみだな。楽しみだな。あ、いけるのでは。あ、いやー、回復されちゃった。でもあと一人いったらいける。あと一人さばいたらいける。みちちとかがさばき、あ、みち入ってるのか。みんなアバターが変わるから分かんなくなっちゃう。サインはその週の写真だけ。あ、うん、全然他のやつも入ってるよ。大丈夫です。何時から写真集申し込みですか？私が配信した時から、私が配信終わるまで、日曜日の私の配信が終わるまでです。これあれだよね、配信中しか買えないんだよね確か。だからできるだけいっぱい配信できたらいいなって思ってます。うん、楽しみ、楽しみだね。僕にだけこっそりサイン入り生写真ください。おーおー、ちょっとそうそうだね、そうだね。ああ出た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 。ああ、ナイスナイス、アンピーナイス、さすがアンピー。ミポリもない、さすが2期生はドラパンが早い。ちょっと何言ってるか分かんないって方は、ドラゴンエッグっていうアプリが前 STU とコラボしてて、なんかコラボ自体は終わったんです。イベントとかコラボ自体終わったんですけど、なんか12345678910人でチーム作って毎日やってるんですよ。そのバトルが10時台にあって、そうそうなんです。いけるいける。今日めっちゃ出席ね。ドラパン上手の大切、本当に本当にそれな、それな。公式さんツイートしてくれたりする？みんなどう見てる？まだかな、まだか、まだか。お知らせがありますよだけやってくれてる。いつかねツイートしてくれると思うので、ぜひよろしくね。あ、勝った。シャイ。私は月曜日にツイートします。今日からだよって。配信の前とかに。配信の前じゃ遅いか。朝とかにします。
私もちょっとお仕事やりながらなので、あの皆さんのご希望の時間にショールームができないかもしれないんですけど、はい、なるべくたくさん配信できたらいいなって思っています。はい、ですね、ありがとうございます。先行カットは全部本紙に載ってるそうです。はい、全部載ってます。そっか、結局入れたのか。そっか、はい、なるべく見て予約します。ありがとう、ありがとうございます。別に全然毎週とかじゃなくて、別に全然毎日とかでもいいんですからね、それは。はい、多い分には越したことがないので、はい、かといって無理やりね、無理やりしないといけないわけでもないから、はい、まあ、無理やりすると言ったら、まあ公式ツイッターフォローするぐらいですね。それはなんか、はい、無理やりしてください、ぜひ、はい、よろしくお願いします。大丈夫、フォローしてくれた後、私があなたはだんだん写真が買いたくなるってするんで、あー絶対これクーラー切れてるわ、本当に本当にそうだわ。着られる、え、なんかこれこの前判明したんですけど、これ着られてるんじゃなくて、なんか時間で着れるらしいです。そう、誰も悪くなかった、時間で着れるみたい。難しい、難しかった。隣の部屋なの、おかしいですね、隣の部屋は今誰もいません、おかしいですね。ねえ、ダーツしたいな、ダーツしたことあります？みちちが砂漠やあるんだろうって思ってた。そっか、なんかダーツしたことあるって聞いたのか。そうだね、そうなんだ、へえ。それはじゃあ私に教えれますね。
当にそう。水あ、私自分のアクエリアスあった。あ、ビリヤードないかも。ビリヤードはないです。ビリヤードの台は見たことあるけど、ビリヤードはしたことない。ビリヤード、あ、でもどうもりとかでは持ってた、はい、うん、あ、ボーリングはしたことあるよ。でもね、本当に多分片手に数えるぐらいだと思う。ボーリングしたことあるの半分がなんか子供会、地域の子供会のやつ、小学生の時の。あとはなんか友達と一回一回行ったかな、うん、山口にボーリング場なんてそんな簡単にないですよ。そんなボーリング行こうぜってすぐ言えるテンションのところにボーリング場がないので。もちろんそれはカラオケも一緒だから、だからカラオケとかも全然行ったことなかったし、うん、でもボーリングはしたかった。あ、ウィーでやってた。ウィーでやってました。ウィーでボーリングしてた、うんうん、ウィーでしてた。ボーリングはウィーですね。あ、はい。スイッチでゴルフやってます。今時だね。私ウィーでゴルフやってた。なんか今は攻略とかさ、ネットにいっぱい載ってるけど、あ、そのウィーのやつで島の散策でスポットを全部巡るみたいなやつがあって、それがなかなか飛んでも飛んでもなかなか見つからなくって、あと風船めっちゃ割れるかみたいな感じの、風船終わるみたいな感じのとかあったんだけど、なんかやっぱ小学生中学生だから携帯も持ってないし、あとうちパソコンあったらしいんだけど、そんなパソコンとかも使わないし攻略本とかないから普通に頑張ってたけど、今思えば、あ、そのゲームしてた、おもろいよね。そう、ウィースポーツリゾートかな。今思うとさ、多分携帯で調べたら簡単に出てくるんだろうなって思ってる。ウィースポーツリゾート攻略とかで調べたら絶対全部のスポットの場所とか風船の、ちょっと調べてみよう。ウィースポーツ、あ、あった、ウィースポーツリゾート遊覧飛行。そう、裏技とかも出てくる。ウィーしたくなってきちゃったな。実家にあるウィー、なんか最近のパソコンって青とか赤とか黄色の穴がないんですよね。
だからそれとあの変換するコードを買わないといけないの。そうなの、この前実家帰った時にウィーやりたいウィーやりたいって言ってなんか物置からウィー持ってきたんだけど、なんか赤とか黄色とか青とかの穴がなくって、あのテレビにこれ刺すとこないんだけどって言ったら、なんか、まあ、それは変換しない、変換コード買わないとねってなって、結局できなかった。その日に今度帰る前に買ってこう、そう買ってく変換のやつを。時代の流れです。ウィーはちなみにサンタさんにもらいました。しかもサンタさんはゲームを一切くれないので、あーでもね一回、ま、リストワンコっていうリストバンドにでワンコが買えるやつがあって、それもゲームだったの。でもなんか全然ゲームとかもうちのサンタさんは買ってくれなかったんだけど、なんか最後の年にこれが最後ねっていうので3人へっていうのでウィー買ってくれた。さすがに一人でウィー欲しいって言ってもサンタさんは絶対違うものを買ってくると思ったので、みんな3人で力を合わせて3人で1個のウィーが欲しいですって言ってウィーもらった。あ、でもちゃんとみんなで遊べるようにあれリモコン2つだったけど兄弟は3人なんです、私たち。3つあったっけな、いや3つなかった気がする、2つだわ、リモコンは2つ。3人で頼んで今思えば、そう、あ、ソフト付きちゃんとウィスポーツリゾートだった、ウィスポーツリゾートとあとマリオブラザーマリオはついてたのか後に買ったのかどっちだったっけな、マリオもやってた。やってた。でも本当にもらった時は本当に筋肉痛になるぐらいやってた。ウィースポーツウィーで筋肉痛になるぐらいずっとスポーツやって、居合切りとかあるの、シュワッ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 ってすごい、ね、すっごい手が筋肉痛だった次の日。あ、公式さんがツイートしてる、みんな公式さんがツイートしてくださってるみたいです。ただ最初の週こちらです。私はあえてリツイートはしないので皆さん公式に見に行ってください。そしてちゃっかりフォローしてください。フォローしてくださってる方は自分のタイムラインを見てください。ウィーの公式さんにかじゃない。ごめんなさい。写真集の公式さんが、そう。ウェイクボードあった。波にシュッってやるやつです。シュッってなるタイミングでウィーをシュッってやったらなんかグレートみたいな、パーフェクトみたいな感じでなんか得点重ねていくみたいな感じ。あった。本当に筋肉痛になるぐらいやってた。あとマリオは一応全部コンプリートしたかな。なんかワールド8まであって8の一番最後をクリアしたらまた違うやつが出てくるんだけど、そこまで行っ
たな、そこまで行ったで終わった、終わった。そうだな、一人なんかなんかって言っちゃう、私のやつとお姉ちゃんのやつとみたいなあって、もうそう、やっぱりあれ一人でやるよりも何人かで協力した方がクリアできるので、一人でクリアできない時はお姉ちゃんとか弟とか呼んで、ちょっとさって手伝ってくんないって言って一緒にやってた。ここでなんかプロペラがあって、プロペラの人を持てて一緒にプロペラで飛べるんですよ。だからさらにこう飛んでるけど、上の人がプロペラをもう一回飛ばしたらなんかファーンって飛んだやつがまたファーンって飛べるんです。だからちょっとここで持ち上げてってファーンって飛んで、もう一回ファーンって飛んで、あと落ちそうになった時はシャボン玉に入れるので、私そう飛ぶからシャボン玉入ってって言って飛んでたでした。プロペラをいっぱい使ってたな。一番好きなマリオはプロペラでした。プロペラが一番クリアできる、飛んどけばいいから、敵とか来てももう常に飛んどけばいいから、あの水中の中はペンギンが一番できます。ペンギンのマリオは氷の上でも滑らない、ベタベタ歩けるのと水中でもスイスイ行けるんです、うん、だから氷のエリアとか水中のエリアはペンギンのマリオになってた、うん、マリオしたくなってきたな。でも実家にあるスイッチは動物の森しかしてなかったかも。動物の森しかカセットも、カセットって言わないんだよね。そう、ソフトを動物の森しか持ってなかった。みんなが飽きたぐらいに買ったから誰とも通信しなかった、結局あ、そう、今もスイッチ実家に置いてる。そう、お正月に帰った時に、あ、私スイッチばっかりやって絶対勉強しなくなっちゃうなと思って実家に置いて帰った。DS でハマったのは、あ、DS もお父さんと登山に10回行ったら買ってもらうって約束して、登山に10回行って買ってもらって、みんなが動物の森に飽きたぐらいに始めて、それは友達にあの洋梨が欲しいですって言っていっぱいフルーツもらってたり、あとはみんなもうやってないとかだったからお金全部くださいって言ってお金もらってたりしたあとは友達が自分ずっと DS 持ってなかったんだけど、仲いい子がずっとたまごっちのプチプチお店っちやってて、それもあってプチプチお店っちも買った。これは自分で買ったので、中古で買ったプチプチお店っちは、しかももう私が買った時ってちょっといろんな全盛期を超えてた、もう次のみたいな、次のみたいな感じだった。だから超安くって、もう何百円とかで買えるソフトが、だからプチプチお店っちがこんなに安くなってると思って、お年玉とかで買ってずっとプチプチお店っちしてた。シャム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 、いい入れない、いい入れるみたいな感じでずっとプチプチお店っちやってた。楽しかった。あとは脳トレも中古で買ったかな。脳トレはいとこが持ってて、そうで、私そのリエさん持ってない時期が長かったので、みんなが持ってるやつを見る人だった
し、まあみんな優しいからなんか貸してくれたりとかしたり、あとは別になんか外で遊ぶ子だったから、私の友達も結構外で遊ぶから、そんなになんかゲームしようぜみたいなことがそこまでなかったから、うん、でもまあゲームするときってなったら、まあ、持ってないから見てて、まあ、見てたら欲しくなるよね、その姿って、うん、でした。いいよね。親があんまりゲームしない、友達のお父さんとかでめっちゃゲーム好きで、お父さんとめっちゃゲームやってるみたいな人とか、すごいなんかゲームに理解がある親でいいなって思ってた。あんまり Wii とかやっててもなんか子供で楽しんで、その後ろでママ夜ご飯作ってるみたいな感じだったりしたから、あ、どっちもいいよね。こう外で遊んできなっていうのもいいし、一緒にゲームやろうっていうのもいいし、どっちもいいよね。私はそういう家庭で育ったから、多分ゲームやらせないと思う。おもろ、本当にゲーム持たせたらゲームしかしないからね。大人になってもできるけど、そんな鬼ごっこなんて大人になったらしないんだから、鬼ごっこできるうちに鬼ごっこしといた方がいいよねと思った。滑り台で遊ばやなんて、だってさ、明日遊ばないみたいな、どこ行く、あ、滑り台で遊ぼうみたいな、そんなやり取りもうしないでしょ、ね、確かに小学生の時とかは今日スレーダーで遊ばない、いいねみたいな感じだったり、なんかあとはめっちゃ私がハマってたのは、なんかジャングルジムと滑り台が一緒になってる遊具があって、小学校にそこで上鬼子っていうの、鬼ごっこのことを鬼子って言ってた、そういえば鬼子かわいいな、鬼ごっこ、鬼子上鬼子って言って、地面についちゃいけない鬼ごっこ、あ、ブランコは今でも、あ、ブランコは今でも好き、ココアが証明してくれると思う。私ブランコ見つけたら、ね、ブランコ寄ってっていいって言って一通りブランコしてするから、そう、ブランコは別に今でも、あ、高鬼だ、そうだ、高鬼、そう、私も高鬼って言ってた。そう、高鬼してた。あとはもう軽泥か泥系で圧倒的に分かれるやつですよね、警察と泥棒の鬼ごっこ。皆さんはドロ系ですか、軽ドロですか。ちなみに私は転勤族なので、どっちもあります。どっちの地域もありました。ドロ系の地域もあったし、軽ドロの地域もあったし、1軽ドロ、2ドロ系、1軽ドロ、2ドロ系、9、8、7、6、5、4、3、2、1、
ああ、軽泥なんだ。へえ。軽泥も道系もやったことない。なんか鬼が警察で、なんか運動場に円とか作って捕まったらその中に入るんだけど、仲間に触れてもらったらそっから逃げれるのよ。そう、あーそうそう、捕まった子解放できた日、そうそうそう、そこでね、その助けに行って大体捕まるんだよね、みんな。あ、確かに逃走中っぽいのあるね、ハンターが。でこれはあのタッチしたら逃げれるから、うんですね、うん、あとはなんか私が卒業してから亡くなったらしいんだけど、大きい木があってそこに永遠に木登りしたりしたい時期があった。ずっと木に登ってた友達と 2,3 人、仲いい子みんなで休み時間ずっと木に登ってた時期もあった。基本外にいたかな、だから、うん、お絵かきとかも好きだった。幼稚園の頃とかめっちゃ、あ、そう、お姫様のなんか人魚姫とか好きだったからめっちゃ人魚姫とか描いてた。折り紙も好きだったけど、まあ外でめっちゃ遊んでた。なんか他の木は登っちゃいけないんだけど、そこの木だけ先生公認で登ってもいい木なんですよ。ちゃんとした大きいなんか木で、まあ、木には変わりないんだけど、そこの木、他の木は登っちゃダメなんだけど、そこの木だけもう登ってもいいんですよ。もう木登り用の木みたいな感じで。全然でも今思えば普通の木なんだけどね。普通にめっちゃ高いとこまで行けるし、普通に落ちたら痛い感じ。あとは桜の木だったかな。なんか普通に毛虫がいるけど登っていい木だった。おもろいよね、うん、まあ、だからちゃんと消毒してあって、消毒した日とかは何日かとかは登っちゃダメだった。消毒したから登らないでくださいみたいな、うんうん、ケムシ、スマグロヒョウモンっていうケムシがいて、黒い虫の話が嫌いな人ごめんなさい。スマグロヒョウモンの幼虫は黒っていうか茶色のボディにオレンジの線が入ってて、めっちゃレールスターだなってずっと思ってた。なんかお白い花の花の近くによくいるんですよ、ツマグロヒョウモンの幼虫が。ツマグロヒョウモンって幼虫しか見ないけど、成虫になったらどうなるんだろう。検索してみる。すごいね、もう今の時代何でも検索で出てくる。へえ、綺麗な。あ、そう、ちなみにツマグロヒョウモンの幼虫は虫嫌いな人は見ない方がいいと思う。なんかトゲトゲが出てて、普通の毛虫っていうか普通の幼虫です。うん、よく見てた。でもこれ別に毒はないので、毒はないし刺されないから、こんな見た目でもよく捕まえてた、ツマグロヒョウモン。わー、ツマグロヒョウレールスターがいるって言って、わでもそう、あんまり幼虫しか見なかったな、うん、
でも普通にそうカブトムシとかも飼ってた。捕まえに行ってそのまま飼ってたし、あの近所のおじちゃんとかがくれてた、近所のおじちゃんが連れてってくれてたりした、カブトムシスポットに。でもそこはハチもいるから絶対大人の人がいないとダメだから、おじちゃんが連れてってくれたりしたな。そんな感じで基本的に虫が大丈夫です。こんなに毛虫とか大丈夫なのにナメクジがダメなんですよね。でもカブトムシは持って帰る、持って帰る、持って帰ってた。小学校の時とかカブトムシ見つけてなんか手に乗せて持って帰ってたけど、なんか大人になるにつれてカブなんか見なくなった、カタツムリを。今年も見なかった、カタツムリを一切。ナメクジダメなんだけどカタツムリは友達なんだよね。ナメクジはうえーなる、うえーナメクジナメクジってなる。はい。でもカタツムリは手に乗せて帰る、この違いは何なんですかね、食べれるか食べれないかなのかな。友達か友達じゃないか、もう友達か友達じゃないかって感じ。私はナメクジは友達じゃない、カタツムリは友達。あとムカデかな、ムカデとジー。私の嫌いな虫はナメクジとムカデとジー以外は基本友達です。そう、カエルは友達なんだけどね、下手するとあんこが追いかけちゃうから、カエルの時期は要注意。ちっちゃいカエルがなんか、うちもだけどその田んぼが多いから、ちっちゃいカエルが、飼い慣れたてのカエルがいっぱいいるんですよ。からあんこがマシャマシャって歩くたびにパシャ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 っていっぱいカエルが飛んでいくんだけど、それはあんこがカチャッカチャ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 ってしてて、カエルいっぱいだねーって、ねえあんこが通る道避けてくれるねーって言いながら、なんかヘッ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 ってやってるから、かわいいなーって、かわいいね、あーでもあれだよ、捕まえちゃダメだからねーって。カエル歴短いから逃げるの慣れてないからダメだよーって。そう、あんこ反応するの、反応するかビクッてしてパッってなる、かわいいの。ほんとにうちの犬かわいい、ほんとにかわいい、ほんとにかわいいんですよ、うちの犬。かわいい、そう、そうは大丈夫。私以上あんことのカットが一番楽しみ。私も親もコンサートに行くたびにまたあんこのうちはあったねって言ってくれる。私の話よりも先にあんこちゃんのうちは見つけた、何個見つけたよとか言ってくれる。あんこって書いたうちはね、あんこも期待に応えてそろそろステージデビューしないとな。本当に人見知りなんで、そう、本当に人見知りで可愛い、本当に本当に可愛いんですよ、かな。はい、
推しメンが餃子を食べるときにお酢オンリーだそうです。私もお酢オンリー食べよう。ソーハに変身した。ツイッターシャトリンピックやりたいな。シャトリンピック、あ、ソラハシティのね、MC 面白かったよね。さすが、さすがマイカーです。マイカー、マイカー、あー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 、餃子が私を呼んでる、餃子が私を呼んでいる、餃子が呼んでいる。ねえ、瀬戸オリンピックしたい。オリンピックしたいか餃子食べたいだったら餃子が食べたいです。あ、確かに CD の特典映像にいつか、それはナイスアイディアですね。ちょっとじゃあキングレコードさんに直談判しに行きましょう。一緒に瀬戸オリンピックやらせてくださいね。このパッチンは高校の時に音楽の先生がワン・ツー・シーワン・ツー・シーってやってた。ここはこうでしょってスタタ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 みたいな言う時にこれでこれでやっててかっけーと思ったのと、あとはアースダンスっていう曲の中にこれが実際これを鳴らしてくださいっていう小説があって、なんか雨を表す、でこれを少しずつでわーってなってバラ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 ってザーみたいな感じの曲があって、そこでめっちゃ練習した、やりたいと思って。そう、雨の落ちる音を、定期演奏会でやったのかな、確か。
めっちゃいい曲、本当に地球のダンスって感じなんです。地球のダンス、あ、ペン回しはできない私。これは頑張った、指パッチンは頑張って練習した。なんかあんまりやると指太くなるっていうね。頑張って高校で習得したこと、指パッチン両方できる。この湿気によって音が変わるよね。こっちの方ができるかもしれないです。え、やった。ハワイ感ね、ハワイ行きたいね。サーステン、サーステン、ちょっと充電が 20% になったので一度消えました。片付けです、片付けですよ、ね、そうだね、そろそろ終わります。ありがとうございました、この時間までお付き合いいただき。はい、今日のまとめ、来週の、月曜日26日からショールームで、写真集を予約することができます。そこのから買った方限定で、ここの、絵柄の生写真がつきます。それは26日から1週間限定です、はい、そしてランダムでサイン入りが入っています。次の週の絵柄は日曜日にまた発表するつもりです。今回はちょっと一日早く土曜日に解禁でしたけど、通常は、日曜日に解禁する予定なので、ぜひ皆さん月曜日もワクワクしてくれると嬉しいです。月曜日も頑張りましょう。靴どこで脱いだ。ぜひ滝野のショールームをたまに見るお友達とかにも、私は月曜日にツイートするので拡散してもらえたら、月曜日じゃなくてもって方は公式さんがツイートしてくださっているので、そちらでよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、来ますね、ミーチャーさんに。
あ、もう終わります、すいません。はい、あ、はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。明後日から、明日の明日から予約開始です、ショールームでは。もう今日予約したいのにって方は Amazon、楽天ブックス、セブンネットで申し込めますので、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは滝野は寝たいと思います。13位 JJ 太郎さん、ありがとうございます。12位ひろきさん、まだで予約しちゃったから予算的に、ありがとうございます。11位ひろさん、ありがとうございます。10位でまついて元気さん、調査ゆみ講師、明日お話かよろしく、ありがとうございます。9位スランプくんさん、ショールーマーとして毎週買うことを約束、優しい、ありがとうございます。8位ひろかさん、みりんガチ恋中、写真付きも予約します、優しい、ありがとうございます。7位テレピーさん、ありがとうございます。6位プロフ歯医者なんだ、ここの宿、あ、宣伝しました、ありがとうございます。9台ぐらい映ってますね。そうなんですね、優しい、ありがとうございます。うまいこと宣伝しといてください。5位ハルミーさん、時にも神押し、ありがとうございます。4位リキアさん、写真集も明日の話かも楽しみ、ありがとうございます。3位コラさん、夜公演見に行きました、ありがとうございました、こちらこそです、ありがとうございます。2位ジャスティンさん、ありがとうございます。1位アンキンさん、ミリ大好きこと、たまなみ、ありがとうございます。タワーもありがとうございましたね。ーそう、ありがとうございます。あ、6位抜けた、本当に、あ、読んだよ、全然。あ、テリーピーさん読んでないかな。7位抜けたかな。テリーピーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。ちなみに言っとくと、あんまりそういう方はいないですが、買うよ買ったよ報告はすごく、もう何回聞いても嬉しいですか。買わないよは別にお伝えなくてもいいですよ、はい。別にそれは心の中でしまっといてください。それはね、別に言われても私もちょっとどうしていい、そっかしかなんないし、それ見たファンの人もね、あまりいい気持ちにならないと思うので、うん、いいよ、それはしょうがないから、別に、うん、全然そう、買わないのが悪いとかじゃなくて、全然それでもういいからけど、そう、別に伝えなくてもいいよってことでした。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。あ、でも2万人来そうだな、それまで、ちょっと300人だって、そう、アディショナルサイタイムに入ったかな。お、あと200人とかになった、いけるかな。29分か、
アディショナルタイム。え、動いてる動いてる動いてる。あ、ほんとだ、あと100切った。わーい、みんなで気楽に見てよう。じゃああ、超えた2万人ありがとうございます。ありがとうございます。それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それでは明日、リアルお話し会よろしくお願いします。バイバーイ、おやすみなさーい。